はい、船橋くんチャンネルです。今日もガレージミラルダに遊びに来てます。で、今日ねボディのね話なんだけど、もうシルビアって年式も古いわけで、なんかちょっと錆びてんなって、ボディがね錆びって怖いじゃないですか。で、ちょっとシュッシュッシュなんてやろうかなと思ってやってたら、なんかすごくなんかボディが腐りそうなとこ見つけちゃったんで、それをねちょっと補修していきたいなと思うんで、ちょっと考えながらやっていきたいと思います。その場所紹介しますね。はい、でね、どこかっていうと、これで場所引いていくと、今光らずが上がりにくいけど、右のリアの根元のここね、シルビアの S14 で穴開いてるとか錆びてる車すげえ多い。私も過去に乗ってきたシルビアでここ穴開いてるやつありました。だからね、もう決まってんだよね、なんかね錆びるとこってね。ちょっと最初はね、こっちの方がなんか少しボディが錆びてるなーなんて思って、シュッシュッシュッなんてやってたら、ここに気づいちゃったわけですよ。で、これはねさすがに色塗っただけだと、どうせ後でまたね錆び進行しちゃうと思うんで、ちょっと削ってから塗りたいなと思うんで、それをちょっと紹介していきますね。はい、でこういうねベルトサンダー、まあエアツールでね、こういう感じです。これでさっきの場所を削っていきたいと思います。一大事です。見て、削った結果もうすでにボディはぐずってた。これもね、ベルトサンダーで削ってったら、ここね、もう穴開いちゃうんですよね。もうボディダメですね。いやー、これはな、困ったな。これはちょっとプロに相談しましょう。困ったんで、プロに相談します。ちょっとこれ見てください、ここ。もう削ってったら、もうダメです。これ穴開いちゃいます。はい、どうしましょうか。いや、削ってみましょう。削って、サビを全部取って、うん、穴が開いても、あとでそこの処理をどうするかってことですね。そうですね、とりあえず削りましょう。あ、はい、じゃあ穴開いてもとりあえずサビを全部取ると。そうですね、どっちにしても進行しちゃうんで、サビをちょっと。あ、確かに OK です、わかりました。途中経過です。すごくなってきた。サビの根は深いな。周りにだいぶ進行してますね、これはね。いや、まだまだちょっと削ってきます。やばそう。てかね、超やばいことになってきてる。削れば削れだけどん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 患部が広がって、最初あんなにちょっとぷくぷくって表面がなってただけかなと思ったのに、いやーひどいか。ちょっと作業続けます。よし、じゃあ色塗っていきますね。フロントフェンダーの、カ
この時にも活躍したのがこのピットワークシャシーペイント、まあ、便利なんですねこれで、これをまああとは乾かした後にアルミテープを貼ってきます。はい、じゃあアルミテープですね、まあ至って普通のアルミテープ、まあこれをですね、先日の、この穴のところを塞いでいきたいと思います。まあ貼るのにね、切ってきます。これで何年か後にここを開けたらね、またまあ錆びてるんでしょうけど、まあしばらくはねこれで大丈夫でしょう。で今度はこれを上のちょっと上のこっち側は当然アルミテープで塞がれたけど穴は開いてるから、ここにコーキングを流していきたいと思います。で使うコーキングなんですけど、ワコーズの、こうすれば見えるかな、液状シリコンガスケット、これをね埋めていくのに使います。色は透明ですね。指怪我しそうだな。これをちょっと指で鳴らしていきましょう。アップにするとこんな感じですね。まあ、この上から塗装を塗ってみたいと思います。はい、では表面が触れるぐらいに乾いたので、これで塗っていきたいと思います。こんな感じ、いいんじゃないかな。はい、でサビのね修理はまあこれで終わりなんですけども、皆さんも自分の車なっちゃってるかもしれないから、 S14 に限らずとも、まあ、13とか15とかもまあここのね作りの部分は似たようなもんなんで、見てみるともしかしたら表面がちょっと塗装が浮いてるだけであんな大惨事につながるかもしれないんで、チェックしてみてください。以上です。